JRA の藤田七子騎手27イコール美保根本が JRA に引退届を提出した11日師匠の根本康弘氏が明らかにした写真あり素敵なドレス姿を披露する藤田七子根本氏は11日朝美穂トレセンで報道陣に対応藤田七子の騎手引退の申請はしているがまだ受理はされていない この件でご迷惑をおかけして申し訳ありません。自分の万年筆を貸したけど大泣きしながら、引退届を書いていたと神妙に語った。藤田七子、藤田七子、1997、平成9、年8月9日生まれ、茨城県出身の27歳。競馬とは関係ない家庭に育つ、16年3月、美本根本康弘厩社からデビュー。 同年4月10日の福島 QR サニーデイズで初勝利19年 G3 カペラ S コパノキッキングを制止 JRA 重賞初勝利同時に JRA 女性騎手による JRA 平地重賞初勝利をマーク JRA 通算3897,166勝重賞1勝 1m5745kg 血液型 A